我期間いやー、考え深いですね、すごく。僕はあの楽して稼ぐために YouTube 始めたつもりはないんで、皆様が、楽しんでもらえるような動画をですね、作っていきたいと思います。いや、CD とか買いたいじゃないですか。みんなあの CD とか買いたいときに、歌手名と曲名が分かんなくても、今ちょっと CD 買ってみたいなって思うじゃないですか。歌手名が分かんなくて、曲名も分かんなくて、もはやどんな歌か分かんないみたいな。そうなったらね、もう困るじゃないですか。だって歌手名も分かんなくて、曲名も分かんなくて、歌えなかったら CD 買えないと思うじゃないですか。そこで思ったんですけど、もはや違う歌を歌っても買えるんじゃないかなと思って。いや、別に変えるじゃないですかね、なんか雰囲気さえ伝われば。というわけで今回はですね、歌手名も曲名も、そしてどんな歌かもわかんない状態で、CD ショップに行って、そこで、原曲と違う歌を歌って CD が変える限界はどれぐらいなのかということでですね、それを検証していきたいと思いまーす。はい、では、やっていくぞー。あーこんなんだっけ。CD 探してて、はい、ちょっとタイトルが分かんないんですけど、ちょっとそれだとお探しできないです、申し訳ございませんが、テレティ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 テレまたもらえてます。ありがとうございました。空を自由に飛びたいな。はい、どうぞ。CD 探してるんですけど、はい、タイトルと曲名が分かんなくて、タイトルと曲名が分かんなくて、例えばなんか CM の曲とかですか？ああ、有名だと思います、多分。カラオケで盛り上がるみたいな。で、歌えるんですよ。あ、そうなんですね。歌っていいですか？見つめ合うときはビューティフォーデイ決まって、ね、ビューティフォーデイって、見つめ合うときはビューティフォーデイ決まって、ね、ビューティフォーデイって、歌詞で調べても、うん、見つめ合うときはビューティフォーデイ、あともう一個あるんですけど、あの日のかな、それともその日のやつかな、あの日のかな、それともその日のやつかな、あの日のかな、それともその日のやつかな、です。それともこの日のやつ、あ、そうですね、はい、 なかったら違うとこ行きますけど、はい、かしこまります、はい、年末にちょっとテレビで聞いて、ね、年末でテレビで聞いたら、なんか決勝で2位だったんで、あ、マジカルラブリー今来たんで、わかりました、ちょっと歌詞で調べます、あ、はい、歌詞で調べれます、あー、すいません、本当に。多分ヨネスさんのレモンに入ってるらしいですね。あの日のかな、それともその日のやつかな、ちなみに多分カップリングで入ってるのかなと思うんですけど、あー、なるほど、あ、なるほど、すごいですね、最近のあれは。カップリングで入ってるのかなと思うんですけど、あー、なるほど、曲の歌詞であるって書いてあるんで、はいはい、歌詞やリズム、今津波って書いてあったんで、はい、ちょっと曲でこの曲があるのかどうか、今津波のシングルを見たんですけど、特にカップリングで入ってなくて収録曲じゃなかったんで、はい、この歌って何ですかって言うんです。サザンオールスの津波ですので、おそらくアレンジしてるのではないかなと。なるほど、アレンジしてる。一番上の方の関連で出てくるのが、津波の曲になるので。じゃあアーティスト名は追い出す他なんですね。おそらく。
なるほど。まあおいでやすこがさんの売れてからの芸人の宣材写真がすごいポルノグラフィティみたいなんで、ね、そうなんです。ちなみにさんは、はい、リマスターしたのが2005年に出てて、リマスターの方で探しました。やっていこうで探しました。リマスターの方から新宿には東京都だと最高があります。そのご時世津波買う人がいるかですけどね逆に、リアスレたいと思って買うかもしれない。リアスレたいと思って買うかもしれない。はい。そのやつせっかくなんでもらっていいですか。え、こんな汚い字のやつでいいんですか。あ、大丈夫です。ちょっと書き直します。あ、書き直すまでは。いやー、申し訳ないですね。そこは書き直すは。私するなら宮政治の方が多分いいと。プロですね、なんか。え、そんなことないです。ちなみに最後は勝手にあるところです。はい。ありがとうございます。はい、失礼します。あと CD 探してるんですけど、はい、あの歌えるんですよね。あの風俗に行ってソロだと惹かれる、とりあえず一発朝にしこる、もう嘘癖が過ぎてチョカつけて、一人二役で、あーねえどうして欲しいの、私は犬です、ワンワンアンアン、もう敏感朝にしこる、昼に参加夜は5回にしこって朝にしこるって歌あります。ちょっと歌詞だと分かんないですね。申し訳ありません。すいません、本当にね、あの最近流行ってるんですけど、小説音楽にするんで、タイトルかアーティストが分かればすごい。夜更かしも朝にしこるって言うんですけど、朝にしこる、昼に参加、夜は5回にしこって、朝にしこるって歌あります。多分ないです。多分ないです。ネット系の方に合うとか、そっちの歌なですね。あ、結構人気なので。朝にしこる、あ、人気なんですか。そうですね。あ、そうなんですね。ネット音楽だと人気の、ネット音楽人気ですか。すいません、ありがとうございます。あ、すいません、はい、あの CD 探してるんですけど、はい、曲名と歌の名前が分かんなくて、文福侍どっち行く、文福侍どっち行く文福侍どっち行く。アニメですか。アニメだと思います。アニメです。最近何ですか。あ、最近ですね、結構、はい。ちょっと私ごめんなさいアニメ見ないんで、平井の方が鬼になるんですよ。平井の方が鬼になるから剣が助けに行くみたいな、まあ、主演シーナリンゴで。え、主演シーナリンゴなんですか。あ、そうそう、でこれが、まあ、あの平井剣の噴服侍、平井剣の噴服侍ありますかね。いや、なんか話聞いた限りうちの店はどうなっちゃうな。最初ローソンとセブン建てるんですよ、まあ、結構伝統みたいな。でローソンとセブンを建ててどっち行った方がいいかなっていうのを迷い続けるっていう歌なんですけど、まあ多分ラブソングなんですかね。ローソンとセブンは建てた方がいいんですよね、最初に。日本人さんとか J-POP 系アーティストさんは基本的にうちは取り扱ってないし、平井健って K-POP じゃないですか。どっちかっていうと J-POP。 あー、 EXILE 系の K-POP だと思います。はい、本当にもうその声優さんとかそのアニソンアーティストさんの CD がメインで取り扱いになっちゃうので、はいはい、すいません、CD ないのに、すいません、失礼します。見つめ合うときはビューティフォーデイ、決まってビューティフォーデイ。